この動画では那覇市が地球温暖化のために進めている絶地等省エネ住宅について2名の講師の方にお話ししていただきます。はじめに東京大学建築学科准教授、前正幸様になぜ住宅も省エネを目指すのか、省エネ住宅を建てるとどんなメリットがあるかについてお話ししていただきます。次に、沖縄 上所地域住まい研究会理事長、金城勝様に、沖縄の気候風土にあった省エネ住宅についてお話ししていただきます。お時間の関係上、前先生の講座は、前編、中編、後編の3つに、金城先生の講座は、前編、後編の2つに分けて公開しております。それでは、最後までご視聴ください。 はい、えー、とそれではあの皆さん、こんにちは、えーと。東京大学の前と申します。本日はですね沖縄で家を建てるならゼロエネに、涼しく健康快適で電気代も安心なんですねゼロエネギ住宅設置についてですね皆さんと一緒に考えていければと思っています。よろしくお願いします。でまずはじめにですね今日のお話の内容についてです、ね、あの確認しておきたいと思います。 まずですね、最近、脱炭素というお話をですねよく聞かれるかと思います、まああのね。世界的に大きな流れになっているこの脱炭素ですけれども、まあ、結局ですね、我々の暮らしとか家づくりにどういう関係があるのかってね、初めに考えてみたいと思います。次にですね、まあ、ちょっと一般には知られてないかもしれませんけど、この間ですね、建築物省エネ法がですね、改正されました。まあ、今後ですね き、まあ、今日のメインテーマであるゼロエネルギー住宅、ゼッチのです、ね、普及がまあ加速すると言われているんですけども、まあ、これってどういうことかです、ね、見てみたいと思います。で次にです、ね、まあ、さっき書いているゼロエネルギー住宅、ゼッチですね、これはどういうメリットがあるのかということですね。まあ、結局です、ね、まあ、何かです、ね、日々の我々の暮らしな関係があるのかということを見た上でです、ね、まあ、どうやったらゼッチが普及するのか。 で沖縄の地域にですね、どんな良いことがあるのかということを見ていければと思います。まあ、1時間程度になりますけれども、よろしくお願いします。はじめにですね、脱炭素ですね、よく聞くけど、一体何なのっていう話をしておきたいと思います。まあ、今ですね、ご存知の通りですね、もうあの食料品でも何でも物価が高騰しているわけなんですね。 皆さんも日々のですね、買い物などで、ああ、物が高くなったなって感じることが多いんじゃないでしょうか。また、ですね、家も値上がりしていて、ですね、日本中、ですね、家の値段がどんどん上がっていっているという話は本当によく聞きます。ただ、それ以上にですね、電気代はですね、も,うもっと急上昇しているという厳しい現実があるわけなんですね。でこちらはですねあの、エネルギーの価格ですね。 まあ日本ではほとんどのです、ね、電気を、まあ、原油や天然ガス、LNG や石炭といった化石燃料を輸入して賄っているわけですね。まあ、こうしたものの値段がです、ね、この2年の間にです、ねまあ、急激に値上がりしてきているということがあるわけです。でよくです、ね、最近、電気代ニュースがテレビとか新聞に出ているかと思うんですね。で、この燃料の値段がです、ね、上昇すると、 まあ電気ってほとんど燃料回しを作っているわけなんで、この電気代の中のです、ね、燃料費調整単価というものが、ねまあ、自動的に上昇して電気代が高くなる仕掛けになっています。まあ、この燃料費調整単価、年長費ですね、高騰。ね。まあ、これが非常に今大きな問題ですで。ちょっと難しい話なんですけど、まあ、この燃料費ってね、まあ、年長費って言いますけど、まあ、あのこれ料金プランによって、 まあどん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 ん上がっていってしまうものと、まあ、アッパーリミットがあって、ですね、まあ、どこかでちょっと打ち止めになるものがあります。重量電灯など、ですね、まあ、ちょっとこれ難しいことなんですが、規制料金、昔からある料金プランについては年、年料費の年長費の上限があって、あまりですね、無限には電気代上がらないようになっています。ただ、自由料金プランの場合は、年長費の上限がない場合が多いんですね。 だから今、全国では電気代がどん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 無限に上がっていってしまうということは起きてるんですけど、まあ、沖,の場合沖縄の場合はです、ね、まだ上限、ね、があるようです。でこちらがです、ね、あの実際の年長費の変化ということになります。でまあ、急激に、ね、最近上がってきているということですね。これは 1kWh という、ね、電気のまあ量を使ったときにです、ねまあ、そこに含まれる費、ね、調整額、年長費の金額推移になっているんですけれども、 まあ、とにかく本来はですね、めちゃくちゃに上がっているんですね。ただ、今はですね、沖縄電力の方で上限が発動しているので、まあ、あのそんなにですね、まあ、無限に上がっていくということは、今、沖縄で済んでいます。ただ、残念ですが、まあ、そのですね値段、値上げをしない分は、ですね、まあ、電力会社がその燃料の代金を負担しているとことになって、まあ、こういった年長費の上限は撤廃がですね、相次ぐと考えられています。 でこちらは沖縄、ね、電力の資料になりますけれども、やはりです、ね、あの電力料金を決めた前回の燃料の減価の想定に対して、原油、石炭、LNG ですね、まあすねまあ、特に石炭が非常に高くなっているということで、まあ、しかも円も安くなっているということで、まあ、非常に厳しいという話が出ているわけなんですね。まあ、そのためです、ね、まあ、これも電力会社の方も致し方ないということで、まあ、2023年4月からですね、 まず先ほどの自由料金メニューですね。まあ、新しくできた自由料金メニューについては、燃料、燃長費の上限を撤廃するということをですね、まあ、この電力会社があって苦渋の決断なわけですけども、宣言されていますし、また規制料金の方もですね、まあ、大幅に値上げをするということをですね、まあ、宣言されています。まあ、そのためですね、今までは燃長費の上限ですね発動して抑え込んでた分がですね、まあ 残念ですけど、皆さんの電気代ですね、まあ、直接課金されていくと、まあ、いうことになってしまうということですね。まあ、これはもうあの世界的にですね、まあ、大変残念ですけど、今の国際情勢の中で、まあ、石炭、石油、天然ガスの中がもうすごい上がっちゃってて、まあ、しかもまずいことで、円も安くなってしまっているということで、まあ、これはもう、ね、世界の流れの中で、致し方ないからと。 いうことがあるわけですね、まあ、それ以外にもいろいろなです、ねまあ、電気代に関係する値上げが行われるんじゃないかということが今、沖縄に限らず日本全国で大変問題になっています。で、今の年長比のグラフは、まあ、1 k w ね電気の量を使った場合にどれぐらい上がるかという話をしてたわけですけれども、まあ、あの1ヶ月、ですねどれぐらい電気を使うかっていうのはいろいろあるわけですね。 ここでちょっと全国の3人家族ですね、まあ、平均的な電気の使う量というので、環境省の調査から取ってきたですね、1ヶ月404キロワットアワーですね。まあ、ちょっと電気の量を使っていると。まあ、これぐらいだと3、4人世帯で使ってきた非常にそういえば多いと思うんですけど、まあ、そうしますとですね、まあ、今のところですね、大体1ヶ月1万5千円ぐらいと。私もちょっと沖縄に住んでいる方、いろいろ聞いてみたんですが、まあ、1ヶ月の電気で1万5千円ぐらいだという方、結構多かったですね。 ただ、それがですね、まあ、この年長費の条件撤廃によってですね、まあ、月々ですね、おそらく5000円以上の値上げになってしまうかなということがあるわけですね。外、まあ、今まで1万5000円で済んでた電気代がです、ね、2万円を超えてくると。だん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 電気代がですね、きついなっていう感じにです、ねまあ、なってしまうような感じになっているわけです。 だから、まあ、あの電気代のさらなる高騰はです、ね、まあ、これは本当に大変残念なことなんですけれども、どうも避けられないんではないかということですね。まあ、そうすると、まあ、家を建てるときとかですね、または家を直すときとかですね、まあ、こういった、ね、その家ができた後にです、ね、暮らす電気代まで考えてです、ね、家が建ったと安心して暮らせるような家づくりということがですね、まあ、本当に切実に求める時代になってきているかと思います。 でですね、皆さん、のテレビや新聞でですね、まあ、国が電気代を補助してくれるという話をですね、まあ、聞いたことがあるかもしれません。確かにあの国の方ではですは、ねまあ、電気代の,この高騰をなん、ね、とかしなければいけないということですね。まあ、あの電気代に関してですね、まあ、補助を出すということで、まあ、1キロワットアワーあたりです、ね、7円です、ね、まあ、これ大体標準世帯と2800円とか、まあ、それぐらいじゃないかという金額で言われています。 で都市ガスにも補助金を出すと。ですねあと、ガソリンについては、もう以前から補助が出てますよね。まあ、これにですね、まあ、何兆円という単位でお金を使うということで、まあ、電気代をですね、まあ、ちょっと押し下げると、ね。まあ、電気代の負担を軽くするということはしているんですけれども、まあ、あの先ほど申し上げたとでおり、ね、まあ、沖縄で電気代5000円以上値上がりしてんしまうのではないかという中で、ですね、まあ、それを全部カバーできるものでありませんし。 まあ何よりですね、この電気代の補助の原資っていうのは、残念ながらこれ全部国債の発行なわけですよね。まあ、だから、まあ、次の世代の借金ということになってしまっているわけです。だから、まあ、いつまでもこの電気代補助って続けることは不可能なんですよね。まあ、そうすると、いつかですね、本当に電気代値上がり分をそのまま自分で負担しなきゃいけないということはもう避けられないわけです。 そうなりますと、まあ、本当にですね、まあ、自分でできる電気代を安くする対策は何かということですね。まあ、本気で考える必要があるんだろうというふうに思います。でとにかくですね、まあ、今、大変残念なんですね、あの国際情勢、まあ、早くですね、ああいった悲劇がです、ね、終わってくれることを本当に願うわけですけれども、まあ、そうした中で、まあ、とにかく今、世界中でエネルギーの奪い合いが起きているわけなんですね。 もう化石燃料の争奪戦です。まあ、これによって、輸燃料が高騰していると。電気代が急上昇しているということがあるわけですね。まあ、そうした中で、ね、ちゃんとした対策をしていないと、ね、暑い日は冷房を我慢しなきゃいけないと。でも、冷房ですね、まあ、特に沖縄においては本当にです、ね、大切なものだと思うんですよね。まあ、冷房を無理に我慢すると、熱中症の危険ということがあるわけですね。 もう冷房を無理に我慢することは単に不快というだけではなくですね、不健康であり、まあ、下手をすれば命の危険もあるということなので、まあ、暑い日ですね、ま,あ、まして、まあ、残念ですけど温暖化が進む中ですね、冷房ますます必要になるかもしれないと。まあ、そうした中ですね、冷房を無理に我慢するというのは、これはもう、まあ、避けなければいけないわけですね。 また沖縄はそこまで寒くないかもしれませんけど、まあ、私東京住んでて、まあ、今年のもも冬寒が来てます。まあ、あの寒い日にですね暖房を我慢するというのはまあ大変つらいことで、まあ、まあ最近はですねあのヒートショック、家の中でまあ寒いところがあるとですね、まあ、血圧が急変化して健康損なうということが出てきています。だから暑い寒いってのはです、ね、単に不快というだけではなくて、ね、不健康であると。まあ、時にですね、 命のリスクも伴うということですから、まあですね、やっぱり燃料が高くなっていてもですね、ちゃんと夏は涼しく、冬は暖かい暮らしをする方法を我々は考えなければいけません。まあそうした中はですね、冬は暖かく、夏は涼しく、気電気代も安くと。これを確実に、ね、する方法。これが素晴らしいことなんですけど、すでにちゃんと確立されていて、まあ、コストも十分に 下がっているんですねだから今から家を建てる人は本当にラッキーこので、すね確立された技術、まあ、3つあるんですね。まあ、1つ目は熱と空気の勝手な出入りを減らす断熱機密です。まあ、これはあの高性能な部材と丁寧な施工で熱の勝手な出入りを防ぐというわけですね。まあ、これはですね、まあ、あの北海道を中心に始まったものなんですけれども、なかなかですね、 まあ本州とかではあの普及してなかったというかますね、本州の気候に合ってないなどと言われたりもしたんですが、ああ技術を磨いてですね、今必須の、将棋で言えば銀のようですね、絶対ね欠かすことできないですね、頼る存在になりました。沖縄においてもですねこの断熱機密というのは徐々に広がってきていると伺っています。次にですね、少ない電気で熱、光を賄う高効率設備ですね。 まあ少ない電気とガスで熱と光を作るとですね、まあ、高効率な設備。これは従来から日本の省エネの要であり、まあ、いわば将棋で言えば金賞みたいなのですね。そして最後、3つ目、住宅において唯一現実的な自然エネルギーですね、再生可能エネルギー。これが太陽光発電ということになります。もう屋根にですね、パネルを載せればですね、もう電気がどんどんできるんですね。まあ、これはやっぱりもう最強の飛び道具で、まあ、将棋で言えば飛車みたいな。 存在なんですよねもう飛車がなければですね、もうそれは勝てないですよね。もう飛車は最強です。本当に、太陽光とは本当に最強で、まあ、さらに蓄電池と組み合わせるとね、もう本当にあのゼロエネルギーになりますし、もうあの停電時のものがうそ強いということでね、まさにこれは将棋といえば竜王みたいなものになっています。だから本当にですね、夏涼しく、電気代も安心とですね、すねまあ、しっかりとして家を作る。 ためにです、ね、この3つですね。断熱機密、航行設備、耐久性が絶対に欠かすことができない。でこの3つをですね、兼ね備えた住宅が今日のメインテーマであるでね。ゼロエネルギー住宅、ゼッチということになるわけですね。このゼロエネルギー住宅、ゼッチではこの3点セット繰り返しますけど、断熱機密、航行設備、耐久性は必須ということになるわけですね。断熱機密で ダンレボーに必要な、えー、と熱負荷を減らすと。で高効率設備で、ね、必要な熱と光を少ない電気で作る。そして3つ目ですね、太陽光発電で,で,す、ねもうですね、必要な電気をです、ね、もう太陽、恵みで賄ってしまうということです。まあ、これこそがです、ね、健康快適で電気代も安心で暮らしをね実現すると、ね。まあ、もう完成された技術。 これをしっかり3つですね、しっかりセットで、ね、備えた家が、ゼロエネルギー住宅ゼッチだということになるわけです。ですが、大変残念ながらですね、日本においてはですね、この絶対大事な3つの技術、断熱機密、高校施設、タイプ発電ですね、まあ、どちらも停滞していると。まあ、ということは、つまり3つを備えたゼッチの普及も大変遅れているというね、大変残念な現状があります。 で断熱については、ですね、まあ、これは適合義務化、家を建てるときに最低限の断熱は入れてねっていうことが日本ではまだできてないんですね。まあ、そのせいで、まあ、最低限の断熱と見える東急用のですね、住宅ストックは13%しかありません。また、ですね、設備、これ、日本が従来大変得意だったんですが、2010年以降、ですね、新機種の登場とか、効率向上がですね、まあ、完全にちょっと頭打ちになってしまったと。 いうですね、まあ、ちょっと非常に残念な状況になっています。まあ、なので、ですね、まあ、最近はですね、まあ、エアコンを入れ替えたりしても、昔のようにですね電気代が急に安くなるとかいうことはなかなかなくなってしまっています。あと、太陽光発電ですね、これはあのフィットと呼ばれてです、ね、あの太陽光の影響を高く買い取ってくれる制度が2012年からです、ね、始まったんですけど、まあ、その時はときは非常に流行しました。 ただ、現在はですね、まあ、ちょっと非常に停滞してしまっているという難しい状況ですね。なんとかしなきゃいけないというわけです。だから、こういったですね、絶対に必要な3点セット、でも日本ではいずれもなぜか、ね、停滞してしまっていると。ということで、やっぱり今、ですねゼロ円住宅、ゼッチをですね、まあ、とにかく普及を本格化させようということがですね、今非常に言われているわけです。で何度も言いますけど、まあ、やっぱりですね、まあ、あの この3点セット、特に筆者とも言うべき太陽光発電、まあ、非常に強力なんですね。まあ、さっきですね、電気代がどんどん上がってきそうだというお話をしましたけれども、まあ、今のところですね、燃料費調整額が作動している中で、まあ、だいたい1万5000円みたいな、ね、電気代ですね。まあ、ここに 5kW の容量のですね、太陽光発電を載せれば、ですね、もうね、まあ、でしょうあの自分でその太陽光電気を使い、余った分を売ると。 いうことをすることですね。まあ、電気代が実はマイナスになるわけですね。1万5千円ぐらいだった電気代が、ね、タイヤコン電気、自分で使って、ね、まあ、そもそも買ってくる電気減らすということと、あと余った電気を系統に売るということができるおかげで、まあ、差し入れて、ね、2千のお釣りが来てしまう。ねまあ、売った分の電気代ね、ねそのお釣りが来てしまうということで、まあ、そうすると、 1>, ね、1万5000円がマイナス2000円ですかね。まあ、月々1万7000円の電気代節約になるということですね。だからやっぱり沖縄においては太陽光の恩恵って非常に新たかで。これはですね、やっぱり太陽に恵まれているということですね。太陽に恵まれている沖縄では太陽光の恩恵が大きいということなんです。まあ、これは後とまた詳しくお話ししていきます。で今ですね、まあ、脱炭素といういろいろな流れがあります。 で脱炭素ね、まあそんなこと、ね、言ってくけど、まあ自分には関係ないよってね、まあ、私なんかもね、まあ通するとね、思っちゃうかな。<laughs> まあそうで不思議ではないかなと思ったりします。で私はまあそれを若い人するためにですね、いつも申し上げてるのは、ね、脱炭素ってね、大きな流れというのは、地球と人に悪いことは高くつくと、地球と人に良いことは安くつくようにですね、社会を変えていきましょうという流れだと考えています。 で、やはり今まではですね、あの、高度成長期以来ですね、まあ、とにかくですね、まあ資源とエネルギーをたくさん使ってっていう時代だったんですね。まあ家であれば、新築をとにかく安くということで、スクラップビルトですね。まあ、壊しちゃったって壊しちゃったってみたいにやってたわけです。で、当然、莫大なですね、石油とか石炭をですね、使っていきました。で、どちらかと,いうと今はですね、あの、ずるくすると、ね、地球に悪いことをすると、地球を痛めつけたり、 ま人をですね、まあ、から搾取すると。あとはですね、まあ、地球と人にずるいことが一番安いというんでずっとやってきたわけですね。ただその現状の経済システムはさまざまなものを作ってて、まあ、地域のですね、まあ、荒廃であるとか地球環境の悪化、それで今ですね、貿易赤字がもうすぐ増えているといろんなことが起きてるんですね。だから今、世界はですね、やっぱこれじゃあ、ね、もう未来がないということで、ね、地球と人に悪いことは 課金していくというですね、ペナルティをかけていくという流れになっているんです。まあ、こうした中はですね、地球と人に悪いことです、ね。今でこれ一番安かったんですけど、どんどん課金されている、一番ね、損なものになっていくと。で、地球と人に良いことは安くつくと。じゃあみんなそっちやればいいじゃんと。で、みんながですね、おのずと地球と人に良いことにお金をです、ね、使うようになると。まあそういうふうなですね、あのー、大転換が始まっているとい。で、日本はですね、2020年10月に、 まあ、当時のです、ね、菅首相がカーボンニュートラル宣言をしました。こうした大きな、ね、世界の流れですね。日本も乗り遅れてはいけないということなわけですね。そして日本もです、ね、2050年に向けて、ね、カ,ーカーボンニュートラルを実現すると。その途中経過として2030年に日本全体で 46%CO2 を減らすと目標を掲げています。これは非常に難しいですね。達成するのが、ね、大変なハードルです。 中でも部門別で見ると、家庭ですね、まあ、住宅がですね66%の CO2 を減らさなきゃいけないということになってます。まあね、なので、実は住宅っていうのはです、ね、最も CO2 を減らす努力をすることが期待されているわけなんですね。で、その住宅の脱炭素化です、ね、のまさに鍵になる。ね、で何よりも、ね、暮らす人にとって、 涼しく健康快適に、電気代も安心に暮らすことができると。そして、ダスタンスライフを実現すると、ね。これがまさにゼロエルギー住宅ゼッチです。これから家を建てる、ゼッチがもう絶対におすすめだということなんですね。まあ、なので、ぜひですね、皆さん、今ですね、あの家を新築されようという方はです、ね、もうぜひ、ゼロエルギー住宅ゼッチを建てていただきたいですし、まあ、これから ですねまあ、ちょっと今はもう家に住んでるんだけど、ちょっと直したいとかいうときですね、まあ、ゼロ円住宅に直すということも、ね、できますので、ね、まあ、ぜひです、ね、検討していただければと思います。